質問は、因果の通りの報いを受けているときに、相手が悪いと思わないためにはってことですね。はい。まずなんで相手が悪いと思ってしまうんでしょう。自分の、そうですね、報いを受けているとき、報いを受けているってことはね、相手を責めたり、うん、そうですね、すごい悪く思ったりとか、悪く思う、その結果だと思ってない。思ってない。その、まあ、常にその相手に原因があって、うん、自分はその気をつけている。その、うん、正しいことをしようと常にこう気をつけているんですけれどと思い込んでいる。けれども、うん、相手が悪くしてきたときに、自分はそんなに相手に対してそんなに悪いことしてないはずなのに、悪くされるというので相手が、まあ、100% そういう思考回路。私が相手に悪いことをしていないのに悪いことをされるっていうことはあるんですか、ないんですか。基本的にはないと思います。ない。ない、え、ないんですか。私が相手に対して悪いことをしていないのに悪いことをされるっていうことはないんですか。例えば嫉妬とかそういうのだと、うん、あるかもしれないですね。例えば、自分が頑張っていい成果を上げているけど、うん、相手はそれが喜ばしくないと悪いふうに接してきたりとかするっていうことあるかもしれない。だってね、相手がね、さっきの話をこう思い出していただいたら分かるんですけど、ね、仕事を頑張る、これは仕事を頑張るだけじゃなくて、私が相手に対して優しくするとか思いやりのある行動をとるとか、そういうことも全部ひっくるめて、ね、私がこう頑張ること、ね、私が頑張ることと、頑張ることによって存在価値は高まると思ってるわけですよね。高まると思っている。で、存在価値が高まったならば、ね、高まったならば、私は無条件で人から
大事にされるっていうふうに思える、ね、思える。だけど、ね、人が私がどんなに存在価値が高まったからといって人が私に対して大事にするか大事にしないかっていうことは関係ないんですね。私が例えばこの人に対して優しくしたとしても、ね、この人が私が優しくしたから優しく返してくれるっていうことは必ずしも一致しないってことです。例えば温かいものを送っても返ってこないことがあると、うん、私が温かいものを送ったとしてもこの人に冷たいものを持っていたとしたら温かいものを送ったけど冷たいもので返してくるっていうことはあるわけです、うん、その時にね、ね、相手が悪いっていうふうに思ってしまう、ね、相手が悪いっていうふうに思うってことは自分が悪いっていうふうに思ってる、うん、相手が悪い、あ、自分のやり方が悪かったんじゃないか、うん、その相手がね、相手が悪いっていうふうに思ってる時っていうのはね、それは自分が悪い、自分が悪いっていうのは、ね、自分の接し方が悪かったんじゃないかとか、自分のやり方が悪かったんじゃないかとか、こういうふうに思ってしまう。それをね、悪かった、自分が悪かったってなると、ね、価値が下がるわけです、ね、価値が下がる、価値が下がると自分は頑張っていたのに価値が下がるっていうのは認めたくないじゃないですか、うん、そこで、ね、自分の価値が下がったもの、私は価値が下がってないんだと、うん、相手の方が悪いから、ね、こんなことをしたんだと、うん、こういうふうに思う、うんうん、だから自分の価値を守りたいから相手のことを悪くというのは価値のないものとして見てしまう、うん、なるほど、うん、だけど自分が価値があるっていうね、価値がどんなにあったからといって相手が私を大事にしてくれるかどうかっていうのは相手次第なわけです、うん、相手もいろんな状況がありますからね。そう、うん、だから相手が私のことを大事に思ってくれるっていうのは、ね、それはその相手のことを私が大事に思ってそして相手の中でその私が例えば相手のことを大事にしたとしたら相手の中にいろんな見捨てられるっていう不安があるわけですよ。こうしたら見捨ててくるでしょ、ああしたら見捨ててくるでしょっていう不安があるわけです。その不安を一つ一つ取り除いて、あ、私は、ね、この人にとってね、私は絶対に見捨てない人なんだなと、ね、このように思えた時に本当に大事にしてくれるようになるわけ。だから私が相手に対して優しくですね、したからといって一対一で返ってくるわけじゃないっていうことなんです。有意識で返ってくることはある。有意識で返ってくることはあるけれども、うん、ね、この人が本当に、ね、私のことを大事にしてくれるかどうかっていうのはこの人の中の不安ね、見捨てられるっていうことに対する不安が本当になくならない限り、うんうん、あ、本当に私のことを見捨てないんだっていうふうに思えない限り、ね、この人は私のことを本当に大事にしようっていう気持ちにはならない、うん、
それには本当にものすごい長い時間があるんです、うん、このどんなに私がこの人のことを大事にしたからといって、この人が私のことを大事にしてくれるようになるためには、うん、もう本当に、ね、途方もないほどのね、10年20年っていう年月が必要となるわけです。でその間には私のことをね、何度も見捨ててくるようなことはある。だってね、こんなことをしても見捨てないかどうかを試したいわけです。ああ、なるほど。変わらぬ愛みたいなものを信じたいわけです、ね、私があなたを軽く扱っても私のことを見せないですか、うん、私があなたのことを嫌いになったとしてもあなたは私を見せないですか、うん、私のことをずっと思ってくれますか、ね、なるほど。なんかこう人は相手に対して親を求めるわけです、うん、親ってのは本当にそのね、子供がどんなに親のこと嫌いっていう風になったとしても、うん、親はもうね、子供のことをずっと思い続けている、うん、そういうものをすごくこう求めてるわけです、うん、本当に私は見捨てないんだなと。そこまでやったらそれは私がやったものが普通に返ってくると言ってもいいです、うん、なるほど。だからこう私がどんなに頑張ったとしても相手が私を見捨てないかどうかっていうのは、ね、相手次第なわけです、うん、だから言ってみればそんなに相手から返ってくることを、うん、あんまりその鵜呑みにしたりとかしてはいけない。いや、相手から返ってきたものは相手の中にあるものなんです。わかります？私が相手に対して冷たくしたから冷たいものが返ってくるわけじゃない、ね、相手から返ってくるものは相手の心の世界が如実に現れてるわけです。だから自分のせいじゃないということ。そう、自分のせいじゃない。でもそこで相手が悪いっていうふうに思うのはその相手のやったことによって自分の価値自体も否定されてしまっているように感じるからなんです。ということは私に価値さえあれば無条件で大事にしてくれるっていうふうに思ってる。でもね、そうじゃないんですよ。私に価値があるかどうかじゃなくてこの人のね、一人一人出会う人のことを私がどれだけ大事に思うかっていうことが大切なんです。そうやって大事にね、私は結局ね、大事にしたいという気持ちはね、結局この人だから大事にしたいっていうのではなくて、そのまあいわゆるどんな人にも同じように接してるわけです。同じようにっていうのは同じだけ執着があれば同じだけやるっていうことです、うん、あ、うん、つまり この人だから特別にやってるっていうことではなくて、この人に対しては特別執着してるからこの人に対して思いっきりやってるだけで、うん、ね、あ、結局この人が思い通りにならなかったならばそれでもこの人だから大事にしようっていうことはなく、ね、その他の人と同じようにやっちゃうと。それは私が価値があればみんなは大事にしてくれるっていうふうに思ってる。ということは私の価値を保つためにこの人たちと接しているっていうことになる。つまりこの人の言動を通して自分の価値を推し量っているわけです。なるほど。それをね、自分その相手を悪くしないためには自分の価値ね、自分の結局自分の価値を見ている限りこの人たちはね、たくさん
中の一人だという気持ちだ。自分の価値を測る指標に。そう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 。だからどんなに大事にしてる人であっても、この人が私を裏切ったならば、いとも簡単に見捨ててしまう。だから そこから私の価値を離れて、この人のことを見てあげなくちゃいけない、うん、この人のことを見てあげる、この人のことを見てあげるっていうことは、この人の心の中に何が溜まってるかっていうことを見てあげる、うん、例えばこの人の中に幸せが溜まっているならば、私が温かい行動をしても、温かい行動しなかったとしても、ね、温かい行動となって帰ってくるわけです。なるほど。だけどこの人が、ね、苦しみや不ね寂しさを抱えているとしたら、この人に温かいものを、ね、与えたとしても、うんね、この人からは温かいものが返ってこないかもしれない、うん、確かに、うん、だけどこの人から温かいことを、ね、ことを書いてこなかったからといって、この人が悪いわけじゃないんです、うん、この人はそういう心になるような環境の中で、ね、生きてきたんです。この人が悪い人間だからこうなってしまったわけじゃないんです、うん、仏教というのは、ね、その因果の道理を知るっておっしゃるんですね。因果の道理を知るっていうことは、この人がこういう世界の中になってしまった、ね、その因を知るってことなんです。例えば怠けてる人がいたならば、それは怠けるような世界の中にずっといたからなんです。頑張っても認められないような世界の中にずっといたんです。だからこの人が悪いんじゃなくて、この環境が悪いんであってね、この人が悪いわけじゃないわけです。だからこの人一人一人のことを見てあげる。今まではこの人を通して自分が価値があるかないかということを見ていたのを、自分の価値から離れてこの人のことを見てあげようとする。その人のいわゆる周りの環境とかを見てあげる、うん、そう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 、まあ、周りの環境っていうのはこの人の今の姿を見て、この人の今までの生きてきた環境を見てあげる、うん、だから相手の一人一人ね、一人一人相手っていうのは違うじゃないですか、うん、で私ね、私が相手のことを責めたくなった時はね、それは自分は価値がないっていうふうに思っている時なんですよ。それは一人の人から悪く思われたから、みんなから悪く思われてるんじゃないかと、こういうふうに思うからなんですよ。そういう時はその周りの人をね、温かく接してみるわけ。そしたらね、ね、あ、私が価値がないからこの人はこういうことをしたんじゃないんだっていうことが分かるんです。みんなは私に対して温かく接してくれる。でもこの人はこういうことをしてきた。でもね、この人が特別悪い人間だからこういうことをしてきたんじゃなくて、この人の生きてきた環境がそういう環境だったからなんだ。仏教から見たならばね、この人から悪いことをされた時には、ああそういう苦しい世界の中にいたんだなということをよく理解してね、まずはそういうことをやってくるこの人のことを許してあげることが大事なんです、うん、あ、こんなことをやってきてるけど、ね、私がこの人に対して悪いことをしたからこういうことをやってくるんじゃなくてね、この人はそういう世界の中に生きてきたんだなと。なんかこう嫌なことをされたときに、その僕は、うん、あのかその見るのは、うん、周りにもその人が同じことやってるかなっていう見方をしちゃうんですけど、うん、例えば上司が僕に
ちょっときつく言ってきたときに、うん、周りにも同じこと言ってるんじゃないかなっていうふうにこう見ちゃうんですよね。それは良くないですよね。それはまあこの人はそういう悪い人だというふうに認定したなるほど、うん、だから上司が私に悪いことを言ってきたときに、あ、私が悪いからこの人はこうしたんじゃなくて、この人の生きてきた環境がそういう環境なんだな、だからこの人の世界を感じてあげるっていうことが大事。仏教っていうのはね、やっぱりこう会う人会う人で世界が違うわけですよ、うん、そうですね。その世界が違う、その世界を、あ、この人はこういう世界の人なんだな、こういう世界の人なんだな、こういう世界の人なんだなっていうことをこう理解してあげるっていうことが大事なんです。理解すればこの人はこういう世界の人だからこういうことをするのはまあ仕方がないよね、うん、確かに、いうふうに思えるわけです、うんうん、それやっぱり自分の存在価値に取られなくなれば受け入れるようになるということなんでしょうか。そう、自分の価値にとらわれなく なったならば、だから自分の価値にとらわれそうになったら ね他の人にこうやってみて、他の人はどう僕に接してくるかっていうことを見れば、私が価値があるかないかっていうことは分かってくると思うんですね。だから私が価値がないからこんなことしたわけじゃないんだっていうことが分かってくる、うん、そしたらこの人がこういうことをしたのはこの人の世界に原因があるんだなと、うん、今まではそのなんか嫌なことされたときに、うん、自分に価値がないからされたっていうふうに思ってたけれども、うん、別に嫌なことされても、うん、自分に価値がないっていうわけではなくて、うん、その相手、それは相手の世界で攻めてきただけなんだと。そう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 、うん、だから相手も悪くないし、うん、自分も悪くない。そうなんですよ、そこが大事なんです。相手も悪くないんです、私も悪くない。でもこういうことが起きてしまったことは仕方がないんです。仕方がない、もうこれは私が悪いわけでもないし相手が悪いわけでもない、私の接し方が悪かったわけでもないし相手が一方的に悪いことをしてきたわけでもない、でもそれが思い通りにならない結果だとしたら、それはそれでもう仕方のない、ね、現実だ。その時に、ね、この人に対していろいろほど何かをやるよりも、ね、まあこの人に対して働きかけをすることは大事ですよ、働きかけすることは大事だけど、ね、この関係みたいなものはすぐに変わるものじゃないから、ね、この人にとらわれる気持ちを捨てて周りの人を大事にしていくことが大事です。でこの人に関しては温かく見守っていく。私たちはね、とかくこういうことから悪いことをしたらこの人のことにとらわれて他の人のことをおろそかにしちゃう。確かに目がもうそっちに行っちゃう、目がそっちに向いて、もう目がそっちに向いちゃってね、この人が悪いんだと思ったり、この人をないがしろにしたりとか、この人にとらわれてしまうわけ。でもそうじゃないんですよ。私という世界はこの人だけで構成されているわけじゃなくて、うん、私を囲むいろんな人たちによって作られている。確かに。そしたらこの人に対しての働きかけね、この人がこういうことをしてきて、それがもう仕方のないことだとしたならば、もちろんこの人に対して温かく見ることは大事だけど、他の人たちに対してまず温かくしていくっていうことが大事なんです、うん、だからこの人に対するとらわれ、ね、とらわれを外すためには、ね、私にはこの人だけじゃないっていうことをよく知ることが大事、うん、そうですね、うん、自分には自分を囲むいろんな人たちがいて私が出来上がっている。でこの人だけが私の人間関係じゃないよと、ね、この人たちも私の人間関係を構成している人たちなんだ、うん、そう思ったら、ね、
あ、この人に対する働きかけは一時お休みして、ね、もちろん温かく見た上でね、温かく見た上でこの人に対する働きかけはすぐに変わるわけじゃないから、この人の世界のことだからね、長い時間かかるから、でもちろん私は温かく接するけど、この人に対する働きかけに対するウェイトを減らして、他の人に対する働きかけをもっと大事にしていく必要があると。はい、分かっていただけたでしょうか。